お疲れ様でございます。暗号通貨ニュースの時間ですけども、いや、大暴落ですね。たった1日にして20兆円から30兆円が市場から失われてしまいました。ご覧ください。時価総額390兆円です。常々申し上げてますけども、今の状況でしたら400兆円を下回ると、これは全前銘柄がですね、寝崩れしてるっていう風に判断できます。 お金に余裕がある人は、それが仕込み時でいいんですけども、400兆円以上でね、仕込んだ人って、含み損存をかなり抱えてしまうんじゃないかなと思います。で、そんな中でもね、こちらのアイデアチェーンっていうのが、ものすごい価格の高騰を見してますね。えー、アイデアチェーン。ちょっとこちらの方を最初に見ておきましょうか。えっと、何これ ?10 万倍になってるってこと ?10 万か。うん。だから0円同然のものが、 わずか1時間で150円近くまで来てますね。うん。アイディアチェーンですね。こういうのはちょっとマークしておきたいかなと思いますけども、長い目で見ると、例えば1年単位で見るとどうでしょうか。MAX で見るとどうでしょうか。あ過去にはこれね、120、え、12万5千円まで上がってますね。ということはアイディアチェーンは、私今回初めてこれ知ったんですけども、あの、 かなり高い金額になるまでポテンシャルを持ってますね。アイデアチェーン。これちょっと覚えておきましょうか。はい。そして全体像に戻ります。アイデアチェーンね。もうすごい、群を抜いてますね。この状況の中で。はい。で、ビットコインは暴落していっても1000万円を超えてなあ、割ってないですね。イーサリアムは50万割りましたね。これはちょっと異常事態と言えます。え、それからマークするべきなのは XRP。 価格を下げてますけども、まあ80円台にとどまっているかなってことです。で、ピンチなのはカルダノなんですよ。74円ですからね。先日まで100円前後、そして90円を割ることがなかったこのカルダノがガクンと落ちております。いや、痛いですね。そして柴犬なんですけども、こちらの方も、ついぞ割ることのなかった0.004が0.003681まで暴落してしまいました。 まあ今年の1月3ヶ月前4ヶ月前っていうのは0.0014以下でしたからまあそこから見るとねだいぶまだ高騰している途中だと思いますけども今暗号通貨市場からこれほどまでにね30兆円ほどの失われるとこういうような状態になるってことですまあその中でもねこの暴落に強いコインとしてアイディアチェーンってのがありますんでこれちょっとリサーチをしていこうかと思いますはいまあこういう状況だとねあの もう怖くって売りに出る人っていうのがいて、それがあ売りに拍車をかけるんですけども、まあそうですね、390兆円とかでだいたい今まではとどまっていましたんでね、今回もここら辺で抑えられるんじゃないかなって気はしますけどもね。過去30日見てみましょうか。はい、同じ水準で、ほら、だいたいそうですね、推移してるところがありますね。 過去14日間2週間週で見るとどうかなと、うん、まあまたこの山の天井とかに戻ってくるんじゃないですか、うん、260兆とかねああいうのが見えるわけですねはまあビビらずですよこういう時に資産は目減りしてますけども必ずこういうところに目をつけて買いに入る勢力がありますんで特に400兆円の時価総額を割ってくるわけですからお買い得と感じる ううお金持ちってのはね、今がチャンスと思って買いに走りますから。お金がない人はやばい今のうちに売らないとっていうふうに老媒売,売りしますけどね。はい、じゃあ今回はそんなニュースでございました。